皆さんこんにちは。2021年宅建スーパー合格講座権利関係 A の第1回講義始めます。担当はレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、2021年合格目指してですね、これからスーパー合格講座、レックのですね、メインの講座でございますね、始めてまいりますが、まずはですね、教材を確認させていただきます。皆さんのお手元にこちらのですね、デルジュン宅建士合格テキスト。で、これからしばらくはですね、この丸一番、123巻あるうちの丸一番の権利関係のテキストですね、こちらお手元にご用意ください。で、これはメインのですね、インプット、要はテキストなんでございますが、インプットで知識入れながらですね、必ずやるべきこと、これはアウトプットというね、問題ですね。で、その問題を使うのに過去問集使います。で、その過去問集が、もう一点ございますね、2021年版のデルジュン宅建士の過去問集、権利関係、こちらの1番のやつですね。この2点で、ね、使いながらやってまいりますので、よろしくお願いいたします。で、あと、通信の方はね、板書がね、印刷されていっている方もね、いると思いますが、そちらですね、見ながらやっていただければと思います。はい。じゃあですね、これから中身見てまいりますが、とにかくね、皆さんこれからですね、2021年、絶対合格っていうね、気持ちをね、持ってね、これからやっていくわけですが、まずね、何はともあれね、絶対受かるって決めることなんですよ。ね、受かりたいな、受かればいいな、受かったらいいな、みんな思うんですね。20何万人に出願してね、7000円っていう大金払うんですよ。受かりたくない人なんているわけないじゃないですか。どっちでもいいやって言いつつ、そりゃ受かりたいですよね。みんな受かりたいんです。でも受かりたいな程度の人ってね、受かんないんですよ。絶対受かるって決めてください。いやいや、受かるかどうかやってみなきゃ分かんないじゃんと。そう、分からないんですけども、まず決意なんですよね。結局ね、受かりたいな程度でね、なんとなく始めると、このね、やっぱ試験はね、最近ね、やっぱ生が丁場になってきてるところもありますしね、昔ね、宅建合格した人の話聞くと、もう、なんかごもちょろっとやっときゃ受かんだろう、この試験、みたいなね、免許の試験に毛が生えた程度だろう、みたいに、ね、言うんですよ。そこまでね、私のね、合格した時代も20年ちょい前ですけどね、そこまで楽じゃなかったですけど、でも確かに今と比べて全然レベル違います。だから昔の人がね、いや、な、宅建なんて楽勝しようって言う言葉を鵜呑みにしちゃダメですよ。で、逆に、じゃあ絶対受かんない、難しいの、超難関なのったら、いや、それはそんなことないです。いや、全くのことないです。ちゃんとした勉強のやり方で、ちゃんと一定の努力すると受かる試験なんです。ただ、その一定の努力っていうのが、これね、人によってね、勉強をやってるっていうのがね、なんですかね、違うんですよ。例えばね、もう本当に早い時期に、1日、1時間毎日やってます。あ、すげえ、頑張ってねっていう感じなんですけどね。例えば、試験の1週間前とか2週間前とか、1ヶ月切ったあたりで、いや、頑張ってます、最近、本当毎日1時間やってたら、試験前で1時間しかやってないの、もう少なすぎだよっていうね。そういう状況もあるし、あと、この試験ってね、大体300時間合格に必要な時間って言われてるんですけども、ただね、ちゃんとしたやり方でちゃんとした努力、一定の努力してないと300時間じゃ足りないです。勉強足りないです。で、逆に100時間、いや本気でやったのラスト2週間ぐらいだよっていう、やっぱ勉強ってもともとね、そういう得意な人とかっていうのもいらっしゃるじゃないですか。そういった方だと、スペック高い方だとね、もうね、2週間ぐらいでピャーンと受かっちゃうようなね、ところもあるんですよ。だから、ちゃんと効率よくしっかりとやるべきことをやれば、受かんない方はいません。時間が短いとか長いとか関係なく、そこをしっかりやんなきゃいけないんですよ。だから逆に、枝葉のところで全然重要じゃないところ、ね、こんなところ一生懸命いろいろやったとしても、合格届かなかったりするんですよ。だから時間数じゃないんですよ。時間数一生懸命やってても、それが身になる勉強じゃなきゃ、時間が解決しないです、この試験は。逆にちゃんとしっかりポイントをきっちり押さえてしっかりやっていけば、合格できない人なんて一人もいないです。という試験なんです。だから、この楽ではない、楽じゃないけど受からない試験じゃない。これはだから皆さん始めてるんでしょうけどね、受からない、もう無理だよ絶対なんて言ったらチャレンジしませんもんね。ということで、チャレンジをする価値がある試験、そしてチャレンジするのには受かりたいなーなんてみんな思ってるから、受かると決めてください。そうするとね、本当にラスト1週間前とかで変な模試とかで変数点だとってても、絶対受かるって皆さんはもう2021年の試験に受かるって決めてれば、なんとかしなきゃいけないってあるじゃないですか。そのなんとかしなきゃいけないラスト1週間でっていう、その気持ち大事なんです。もうなんか今年はいいかなって思った時点で、その年負けですからね。
まずは心の持ちようですね。はい、5分程度お話しさせて今いただきました。で、中身も入らないとね、もう講義の時間にも長くてもしょうがないんでね、見てまいりますけど、じゃあ合格テストですね、見ていただいて、ページ見てください。5ページ見ましょうか。で、このテキストをまず宅建試験受かるとね、どんなメリットがあるか的なところは申し訳ないけど普通のガイダンスね、レックのホームページからもタダで見れるんで、それ見てね、うん、受けようかな、どうしようかな、自分にためになるかな、役立つかな、そこは見てください。じゃあもう受ける、今年合格する、2021年合格するっていう大前提でいきますよ。はい、各科目ごとの出題、得点目標で、今日はね、民法の大会なんで一応全体さらっと見ますが、権利業法制限法令上の制限そのあた免除と、大体出題科目でこの括りで分かれます。そして宅建試験ってまだね、2020年の10月の試験ね、合格点出てません、で出てませんけども、何点になるか分かんないけど、ちょっと高くなるんじゃないかとかって言われてますが、それ何点になるか分かりません。じゃあ分からないんですけども、目安として大体ね、今まで過去最高40点超えたことはないです。で、35点っていう7割、50問中50点満点なんですよ。で、50点満点で35前後が大体合格の目安です。で、前後ってじゃあ何点取れば合格するの？これ分かんないんです。分かんないんです。だからね、まあ、いずれね、問題が優しくてね、もっと受験生のレベルがあったら40点超えとかもね、出てくる可能性は将来的にはあるでしょうね。当然ね。だけどそれは何点になるか分かんない。問題が取りやすければみんなできるから点数が高くなる。逆に難しければ点数が下がる。過去20点台でも合格っていう年もあったんですよ、遡ると。要はすっげえ難しかったんですね。だからね、これ結局何が言いたかったら、何点取れば合格じゃなくて、上位だいたい 15-18% 切ったところのその点数が合格点なんです。だから何点取ればいい、ここで何点というのが特にないんですが、ただ目安を欲しいんですよね。で、その目安の点数がここなんですが、だいたいじゃあ35前後ということで、まあそうですね、だから目標点数どうすればいいですかって言ったら、やっぱり40ぐらい目処に頑張ってくださいよっていう、で、満点狙っちゃいけないって話がガイダンスで必ずします。で、これ今回もしませんけども、満点なんで狙っちゃいけないか、満点狙って頑張りましょうの方が、いや結果的に、ね、8割の40点取れて50点目指した方がいいと思うじゃないですか。これがね、一番良くないんです、勉強で。結局なんでかって言ったら、満点狙うと意気込みはいいんですよ。満点取ったら絶対受かったるっていうね。でも満点狙う勉強すると、重箱の隅をつくような枝葉の超難問的なところもやらなきゃいけなくなっちゃうんですよ。で、宅建試験で毎年50問出ますが、大体ですよ、目安的に10問程度はもうこんなの取れねえだろう受験生はっていうのが出てきてるんですよ。出すんですよ、出題者。なんでと、これね、学校とかの定期テキストってちゃんと授業聞いてましたかお前らっていうね、ことでね、そんな難しくないんですよね。まあ、今どうか知りませんけど、あと私立のね、学校さんとかだとね、受験のね、すごいとこだと分かんないけども、でも大体定期テストなんてな、そんなもん学校の勉強やってるでそれできる問題なんですよ。それできたかどうかって測るから。でもやっぱこの宅建試験ってのは上位 15% か 18% で振り落とすんですよね。要は難問出すんですよ。これできないだろうか、できないだろうと。そういう問題も全部枝葉の10年に1回しか出ないようなところとか、今まで過去出たことないようなんげえ難しい問題も出てくるんですよ。そういう問題も全部やろうとしないと満点って狙えないじゃないですか。じゃあそういう問題を全部やろうとすると、この試験5年ぐらいはかかると思います。5年以上、なんでだったらやっぱり法律ってね、大変ですよ。で、例えばこの試験って、ね、まあ、司法試験やってましたとか、司法書士試験やってましたとかね、そういう法律のね、難関とかの資格やってると、宅建、いや、宅建全然楽勝でしたよと。そりゃそうです。だって法律やってんだから、しっかり。それはなるでしょうよ。だけど、一から初めて全然勉強してなかったら、そりゃそれでね、大変なんですよ。特に民法。権利関係って、民法ってこれからやり合いを入ってるんですが、条文と呼ばれるものは聞いたことありますよね。で、法律の試験って条文を暗記というのはいらないです。で、条文をどう、ね、解釈するかとかっていうのが、まあ、お勉強の内容になるんですが、ちょっとあんま宅建試験は難しいこと言わないんでね、いらないんでね。とりあえずその条文だけでね、1000条以上あるんですよ。1000ですよ。であと裁判官が言った結論、判例って言いますかね、それも答えの根拠になってるんですよ。もうね、もし民法暗記で、ね、全部やろうなんて言ったら、もうね、出てくる可能性があるところ万以上です。何万もあるんですよ。これから14問しか出てこないですよ。ほんなもん満点狙ったら、もう時間ないっすって。だから14問で
目標が9で最低ライン7って、ここ権利関係だけ今回はね書いておきましたが、7点半分です。要は14もの7半分、どうですか、半分ぐらいならいけるかもと。うん、あのいけるんですよ。ただいけるんだけど、ポイントを絞れた、ちゃんと理解をする、ね、丸暗記型の勉強だと行くの大変です、7問でも。あ、何のかというと、あの結局これを覚える、これを覚える、これを覚えるっていうやり方でやっぱり独学だと勉強するんですよね。いや、そうじゃなくて、これを覚えるんじゃなくて、じゃあなんでそれそういう風になってんのかっていうね、理由、その法律っていうのは制度趣旨っていうのなんですけど、何のための法律か、でなんでこの規定のなのか、でなんでそういう結論なのかっていう、その思考回路がね身につくと、一を聞いて十を知れるこの分野なんですよ、法律の、特に民法とか。そうするとね、この民法って理解してみてくださいよ。理解してちゃんと分かったってなると、おそらく日本語が読めれば、あ、ここ大事なんですよ。もう最近はね、日本語が読めないっつうのがね結構きついですね。うん、およびとまたは何が違うんですか、ね、いや、それね、ちょっとこう教えらんないですよ。教えらんないっていうか、もちろんあの問題で出た時にこういう意味ですよっていうのはやりますけど、やっぱりね、その問題文を読むのがもう無理ですっていうと、もう試験向きじゃないですよ。で、試験って頑張んなきゃいけないじゃないですか。で、問題文読めないって、いや、そもそも試験受ける気ないでしょ、あなたなんですよね。うん、だからその日本語の話さえちゃんとクリアできれば、できれば民法はあの半分合格くらいいくの、実はそんな大変じゃないんです。問題を読むのが大変です。だから問題を読むのに図を書けなさいとかね、うん、これからね講義でやってまいりますけどね、その解き方で、それはやってまいりますけどね。だけどこの覚えなきゃいけない、暗記しなきゃいけないというと、何万もの論点がある。そこから14問しか出てこない。そしたらそんなところですね、やっぱりね8割9割取れませんで、だから目標が9で最低ライン7、この感じです。うん、だから民法ってあのもちろんね出てくるんですよ、14問も。全くするおかしいです。で、そもそもこの権利関係の民法ってやつがベースになって、宅建業法という特別ルールが、ベースが分かってなきゃ特別ルールは全然分かんないって話になっちゃうんですよ。だから民法もちゃんとやるべくとこはやんなきゃいけない。ただね、本当に付け焼き場じゃ無理で、直前期ちょっとやっとこうじゃ無理で、じっくりした時間をかけて要請がいるんですよ。それをねスーパー合格講座でやってまいりますんで、それをしっかりベースに理解しながら、ちゃんと頭に入れること、言葉とかね、善意とか悪意って言葉ができますが、それは覚えなきゃいけないんですよ。民法にも当然試験なんだから覚えなきゃいけないことあるけど、何でもかんでも覚える覚える覚える、あ、これ太字のところ覚えればいいんでしょう的にやってるんじゃなくて、なんでそうなるかっていうのを興味を聞きながら、持ちながら聞いてってください。それだけでかなり力ついてきますから、ということです。あと宅建業法というのが、これまた宅建業法のところでやりますけど、20問っていう、50問中20問というかなりの割合のところが業法と呼ばれるところ、これ不動産業者のねルール、取り締まるルールなんですよ。だからやっぱり不動産の試験ですもんね。不動産業者のね、その取り締まりの試験は、問題はやっぱしっかりやっとかなきゃいけないんでしょうね。20問で、しかも得点目標見てください、18点。で、これ18点で、ね、目標18点ってなってるんですけど、はっきり言いましょう、あの目標は満点です。業法は満点です。18点。だから権利ね9点、目標って、まあ目標もね高い方がいいからね、本当は10点とか11点とか書いてもいいんじゃねえのっていうところですが、あのね、あんまり点数高くやっちゃうとね、本当にね枝葉のところまでやらなきゃっていう感じになってしまうんですよ。だから9って抑えてます。で、宅建業法18点、いや、これむしろ20点です。ただ20点だけど、本当に20点取れる人は少ないです。あの2020年のね、あの10月のね問題だとね、あの言い回しがね、なんとか覗くっていう、ちょっとね嫌だなっていう言い方はありましたけど、あれも日本語ですね、注意力ですね。もう試験の内容的な問題の内容としては、やっぱりね、あの最低ラインが18でしたね。で、例年だとね個数問題というのがもっと多くて、やっぱ16、それでも8割。だからこの宅建業法というのは最低ラインがね、もう10、目標が18ですが、もう昨年なんか18ですね、もう大体合格のライン的な基準は16点、これが最低ラインですね。で、あとは法令上の制限というのがありますが、8問中7って高いじゃないですか。でもこれね、法令と税その他、これで全部で11問って考えたんです。で、11問でそのうち2点ぐらい失点していいですよっていうのが、まあ目標点です。で、昨年だとね、あのまさにね、これね、もうあの2問で何問ちょっと難しいねこれはっていうのがあったんですよ。でもそれ以外はもう、ね、過去問まんまじゃんっていうね、すごくね、なんかこう難しい
のが簡単かっていう、そのはっきり分かれすぎててね、だから逆にもう過去問で出てるようなところはもう絶対落としてはいけないんだよね。そういった感じでした。だからこの目標点がもう最低ラインぐらいのね、感じだったかなっていうところです。はい、であとは免除科目っていうのが、これ5問免除ってそもそもご存じない方はこの5問免除も勉強します。で5問免除っていうのがあるっていうのは、他県業者不動産業者にいて講習受けと、5点もらえるというね、ありがたい制度があるんですけどね、その分野です。で5問中4点ってあるじゃないですか。でこの免除科目ってまた免除のところね、アドバイス的なところはね、あるんですけども、本当に5点取ろうと思ってね頑張っちゃうとね、ダメです、この5問免除は本当に直前にもうちょろっとやって、まあ、3点か4点っていう、そういうとこです。全部勘でねやってもね 1.25 問あるんですよ、確率論的に、だけどその5問免除も4点3点、やっぱり5点もらってる人がいるからには追いつけないじゃないですか。そうした時にね、5問分全部取ろうっていうね、それがねドツボなんですよ。まあ、またねこの5問免除のお話ししたいと思いますが、とりあえず4点、まあ、または3、4点というねところが、まあ免除科目のラインですという、結局どこでどう取るかという、そういう戦略的なところもありますし、そしてそのためにどういう意識で勉強すればいいか、そういったところをね各分野でやってまいりますので、よろしくお願いします。で、あと勉強の身につけ方とか、これはもう講義の中で言ってきますが、とりあえず聞いてやってください。でこの聞く今スーパー合格講座、これがインプットという講座です。インプットで、そのインプットをやりながら必ず皆さんにやっていただきたいのがこれです。ウォークモートク、知識入れてる最中に問題なんてやってもまだできないじゃんと。いいんです、できなくて。問題は解けるようになるためにやるんですよね。だから問題やって間違えてもいいんです。間違えてもいいじゃない、人間だものなんです。要は間違えるのが仕事なんです、勉強って。よくね、例えば独学者の方で全然夏過ぎてもね問題集やらないんですよ。でなんで問題集やらないのって言うとね、いやまだ覚えてないからと。いや覚えてからじゃなきゃできないって言ったら、もう一生始まんねえぞ過去問集問題集って話なんですよ。もうね、むしろ先に問題やるぐらいです。でね、問題集、よく過去問やれ過去問やれって言われるじゃないですか。本当に過去問大事ですからね。で過去問やれ過去問やれなんだけど、その過去問やれという言葉で、もし受からないとすると、過去問をやる、そのやり方が間違えてます。過去問をやる、過去問の答えを覚える。だからね、この過去問ってね、私はね絶対早いうちからやった方がいいんですよ。いいと 思いますというか、思うというか、やるべきです、早いうちから。だって問題がどう出てくるかが分かっていることによってインプットしやすくなるんですよ。どこをどうやって頭に入れるかっていうのがインプットする手助けなんですよ、過去問は。だから過去問をね早いうちやんないというのは絶対おかしいんですよ。ただね、早いうちから過去問だけでやっていこうとすると、もう過去問のね正解番号を覚えちゃうんですよ。正解番号を覚えちゃうと、結局もう問いの位置は3番だって覚えちゃうから、何度やっても、あ、問いの1番が正解だと思ったけど、この一番短い文章の3が正解だった、あ、1じゃなかった、3答え見た、当たった、やった、できた、できるようになったと。なってねえから多いと。結局番号を選べてもうそれで満足。あんなの、このウォーク問過去問題集全部ね正解番号1から200番まで全部覚えましたと。進歩大してないですよ、ないですよ。やっぱね、過去問というのはね、過去問を題材にそういう問題が出てくるのかっていう、そしてそれを理由付けして、なんで×だかをきっちり一個一個丁寧にやる。で丸だったら自信持って丸のほか、この丸の枝、丸の枝を、丸の足をどうやって×にしたら他の人が引っかかるかなっていうね、その出題者の視点になる、それで勉強する。要は過去問を、答えを選ぶ、答えを出す、答えが合ってるかどうかだけの照らし合わせの教材にしてほしくないんですよ、とかすべきではないんですよ。過去問というのを題材に、それを元にお勉強するための道具なんです。だから過去問は間違えてもいいんです。というかどんどん間違えて、間違えると結構インパクトありますからね。間違えちゃったら入れなきゃってね、そういうのに使ってほしいんですよ。だからもうインプットやりながら過去問集、要するに過去の問題集をちゃんとやりながら潰していく、これ大事です、ちゃんとねやるべきこと。結局皆さんは何のためにインプットしてるかって言ったら、試験合格するためですよね。試験合格するには問題ができなきゃダメですよね。問題がどう出てるかっていうのが分かった上でインプットすると効率がいいと思いませんか、だったら問題集を見ながらインプットをしないという手はないですね、という勉強のね、その流れを見ていただきました。で、あとは権利関係の全体構造って8番、これから全体構造、もう何も格論とか中身見ていくんですが、14問出てて、見てくださいこれ、あくまでも守りの分野と割り切る
まずね、個人的になんですけど、私ね、この宅建試験の中で一番ね好きだったのは、ね、民法なんですよ。なんでかというとね、暗記がいらないことに気づいたんですよ。これさ、理解しとけばさ、とりあえず裁判官の気持ちになってさ、で、あと図書いて日本語読めりゃさ、いらないじゃん、この、なんか民法当たるじゃん、ガンガン当たんじゃんと、勉強しなくてもいけんじゃん、いやいいねこれとね、そういう感じがしたんですよ、試験の時にね。でまさにね、それはね今でもそう思ってて、もちろん覚えなきゃいけないこともあるんですよ。だけど、そうなんだっていうことぐらいで、あとね、考え方って弱い人、かわいそうな人を保護するとかね、悪いことをした人は保護しないとかね、権利って乱用しちゃダメだよとかね、なんかね、こう考え方があるんですよ。その考え方をね、こう掴んでやっていくと他のところにも当てはまるんですよね。っていうとね、もうちゃんと問題文が読めると全然苦がねえなって思ってたのが民法なんですよ。で、パズルっぽいところなんですね。もうね、陶器の話とかね、なんかね、ゾクゾクするんですよ、問題解いてて。なんかこう、覚えてポンの問題じゃなくて、考える問題なんですよ。そういうのがね、こうたまらなくてね、面白いなみたいなね。だから勉強、民法って勉強としては面白いと思います。だけど、試験を合格するという観点から言うと、民法にあんまり時間かけるのはもったいないです。それは何でかというと、やっぱり民法を極めようとするとものすごい量のものすごい知識量がいるんですよ。だからさっき言ったじゃないですか、半分なんですよ最低ラインが。だったらちょっと割り切りましょうよ、守りの分野。もう皆さんは仕事をやりながら、家事育児やりながら、いろんなさまざまなことをやりながら宅建試験というのに挑むんですよ。もしね、もう今から宅建までね、全て朝から晩まで宅建に時間費やせるったら、もう好きにやっちゃってください。まあ、さっき時間じゃ解決しないって言いましたが、さすがに朝から晩まで宅建試験1日8時間10時間やれてたら時間で解決できますから、どうやったって勉強できますから、どうやったっていけますから、まあ、それでもかない人もいるかもしれないですけどね、だけど普通はいけますから。だけどやっぱりね、空いた時間で、ほんと細切れの時間でやんなきゃいけない方が多いと思うんですよ。だからお金出してこうやってやろうって思ってるんですもんね。そしたらね、やっぱりね、この民法をきっちり完璧にやろう、やめてください、守りの分野だと思ってください。で、民法もしね、もっとやりたいと思ったら、宅建合格したら、いろんな資格やってくださいよ。行政書士とか司法書士とかね、民法いっぱい、もっと深い勉強できて面白いですよ。面白いですよ。面白いかどうか分かんないけど、面白いですよ。でもそれは、試験合格してからやること。ということで、試験合格までは守りの分野。で、まあもちろんね、判例で細やかな知識、丁寧に図を書いて、問題に取り組まなきゃいけない。知識が細かいというよりは、複雑なんですね。A が B に、B が C に売って、C の債務を D が保証してとか。何言ってんだよ、これどうなってんだよ、これどういう状況だよと。それを読み解くのがお勉強なんですよ。だからその状況把握をできる、日本語を読んで、で、そのためには図を書くということですね。だからこれ A が B して B して。これ講義で問題解くときに、大体図画で A、B、C って3人ぐらい人が出てきたら必ず図書きますから。それでね、やっていきましょうよ。図を皆さんも書く癖をつけてください。で、いや、図とか書くのがめんどくさくてっていうね、そういうのがいるんですよ。ね、いや、もう、いや、もういい、もう、そしたらもうやんないでっていいんじゃないかと。別に宅建取るだけが人生じゃないから。例えば不動産業者の人間でね、まあ、私も企業研修とか行きますけどね、いや、本当もう図書けねえんですよ。もう、ちょっとこれ、民法全部捨てていいですかと。もう業法制限でやりなと。でね、民法捨てても業法制限だけで意外と受かる人っているんですよ。でも意外と受けるけどね、権利関係民法全部捨てますっていうね、そういうやり気のない人は業法制限でも詰め切れないんですよ。だから結局やっぱ受かってない人が多いんですけど、本気でやるとね、重要もね、なんかね、やんなくてもね、合格する人っているんですよ。権利関係民法がやたら難問の年とかは、そういう運もある。だけどやっぱりね、その勉強やる気がないんだったら、別に宅建合格しなくたってガンガン売れるやつだったら、資格なくたって会社から商法されますからね。もう四国だけが全てじゃないって、ここで言っちゃったら今何のために私がこれ講義やってるのか分かんなくなっちゃうけど、そういうね、本も模索した方がいいですよ。ただ宅建やっぱりこの民法をちゃんとある程度も合格点に近づけるのに努力するというのに、図を書くっていうのは最低限やるべきことなんです。その最低限をできないということは、もうその試験はやめた方がいいと思います。悪いことやから、傷が浅いうちから。あとこれなんか無料体験とかできるんですよね。だって無料で聞けてるうちに無料だけでやった方がいいですよ。無料でやってても、でもやりゃいつか受かりますから。だからここ増加、それはね、最低限やっぱりやってください。あとは高得点が取れるようしっかりと勉強した上で、権利関係が本書で扱っている基本事項をしっかりとマスターしたことは試験退職点は有効です。で、これ、いや、何これ、
法律上の制限では高得点にしっかりと、で権利関係は基本事項をしっかりとマスター、何本書で扱ってる基本事項をしっかりマスター、こんなにあんのと、うん、この合格テキストでも民法全部の記載なんてないです。こんなにあんのに、こんな一冊で民法あんのにと、うん、そうです、ないです。あの、ね、そこがすごいんですよ。このテキストを覚えれば満点取れますか？取れません。なんですよ。すごくないですか？こんな分厚いテキストですよ。丸一一巻目権利関係。それ全部丸暗記しても満点取れますか？いや、こっからないところも出ますからと。すごくないですか？うん、なんですよ。それだけね、広いんですよ。それを絞ってます。でも絞ってるけど、そうですね。まあ一冊のね、なってる本よりも分量多いですよね。うん、だからちょっと広くなってるけど、講義の中では全部扱いませんから、これさ、これちゃんとやっとけと、合格ラインを取るために最低限必要なことっていうのをやりますから、そこをね、なんとかしてください。だからそれぐらいで気になるところとか自分でね調べてやるのは結構なことですよ。でもそれは枝葉のことであって、合否に関係ない問題というその認識を持ってください。要はこの講義は満点を狙うためにやってる講義ではないからです。そこのところは大前提でしといてくださいね。はい。で、その次。過去問10年間の出題傾向とありますが、まあ、どこの分野がどれだけ出てるか、これはね、項目やりながらやってまいりますが、最初言っときます。もう直前期になって、絶対ここ捨てんなっていうのが、16、17、18の賃貸借借地価法。これ講師の先生によってね、言うこと違うかもしれませんが、まあ、大体、マレックの先生はちゃんとまっとうにやられてると思いますよ。ここはいらないっていう人はいないと思うんですよ。賃貸借借地価法。これね、借地法っていうのは、まあ、民法じゃなくて借主保護の、ね、特別ルールなんですよ。でその特別ルールだからこそ暗記がいるんですよ。覚えないとダメなんですよ。でただ覚えるのにも借主に不利なことはやっちゃダメ。借主さん、大家さんと借主さんだとやっぱり借主さんの方がやっぱそこに住まわせてもらってるっていうね。もう大家さん切れて出てけとか言われたら、追い出されちゃったらこれ借主さんかわいそうじゃないですか。路頭に迷っちゃって。だからそう簡単に大家さんから追い出されないように借主の保護っていうのを大事にした法律があるんですよ。民法は平等でも借地法は借主を保護してるという、だからその借主保護のルールというのを覚えなきゃいけない。数字とか何ヶ月は待たなきゃいけないとか、そういうのを覚えなきゃいけない、うん、だから逆に言えば覚えればできるんですね。民法覚えても、そんなの知らないよと、覚えても、こういうそういう意味だったのと、そういうとこがあるんですよ。ところが借地法は素直に覚えたところが出てくるんですよ。しかも2問3問分です、うん、これ、まあ、ちなみに2020年の問題もね、民法賃貸借借地法でやっぱ3問とか3問分なんですよ。そこね、まあ、できれば全部取りたいです、うん、やっぱりね、全部取れませんでしたとか言うともう取るとこないです、うん、いやもう無理でしょ合格ラインはっていうね、そういうところです。絶対捨てちゃいけないですよ。おそらくちゃんと真っ当な先生方はね、直前期になった時に権利関係民法はあまり時間かけるなっています。これ当たり前なんです。直前期民法頑張りましょう、1週間ラスト1週間民法追い込んでっていうね、もうおかしいです。もうどうにもおかしいです。なあ、もう費用対効果絶対悪すぎなんですよ。だからね、いろいろな先生いるんですけど、そのね、結局直前期民法やりましょうとかってちょっとね、向こう受け狙ったねタイプなんですよ、うん、要はその一定数、やっぱりいろんな人間って考え方いるから、一定数ね、直前期民法やるといいんじゃないかっていう層もいるんですよね。うん、そうしたところを取り込むみたいにね。でもどう客観的に考えたって、どう考えたって、ものすごい広い分野からそのまま出るとこじゃなくて、もう狭い分野から覚えれば入ってれば取れるような宅建業法とか法律上の制限直前期にやった方が効率的なのは間違いないんですよ、うん、だから直前期権利関係って手薄になるんです。これ誰もがそうです。そうならざるを得ない。だから早打ちやっとくんです。じゃあ早打ちしっかりやっとくのに、しっかりやっとく必要があるんだけど、これからこうスーパーでやっとくのがあるんだけど、最後の最後まで絶対にここは捨てるなというのはここなんですよ、うん、だからそれは事前に言っときます。これ早いうちに身につけてください。で得点源にしてください。そうすると権利関係が壊滅的な点数じゃなくなってきます。でそれ以外にももちろんね、代理とかは取るように早いうちにしといてねとか、契約適合は改正されたばっかでもう流行りのとこだし、業法にも絡むからしっかりやっといてねって、そういったところがあります。それを講義内でちゃんとメリハリつけて聞いといてください。ね、やるべきところ
まあ、ちょっと後回しでいいところ、ね、そのメリハリつけながら全部ベターとなんとなくじゃなくやっていくようにしますからね、そこのところよろしくお願いします。以上でございます。はい、じゃあ、まあ、またその試験のね、全体の話とかもし聞きたいなって言うんであればね、またレックのねなんか無料でガイダンス動画やってますから、満点狙っちゃいけないとかね、改正点は大事ですとかね、そういうようなお話ね、うん、まあまた講義内でもやっていきますがね、ちょっと全体像で早いうち聞きたければ、うん、聞いていただければと思います。はい、それでは中身、講義の中身ね、代償いきます。意思表示で今日ですね、これ進出 A ランクってなってますが、2020年の10月の試験には出てない。ちょっとまだ12月の試験終わってない状態で今取ってんでね、この12月はどういう風になるか分かりませんが、とりあえずこのラインナップで、うん、まあでも出てない年もあるけど出てる年の方が多いですね。ということでこの意思表示ってだいたいどこのテキストも、どこの資格の学校のテキストもカリキュラムでも民法で最初の方に持ってくるんですよ。ということはまだ誰もがやる気がある状態で挑む、テキスト買ってきた、1ページ2ページ3ページ4ページ5ページ10ページぐらいまでは頑張って読めるんですよ、うん、だからこの意思表示は基本的な事項で出てくるとみんな取れると思うんですよ。ということで皆さんも取らなきゃいかんところでございます。はい、じゃあいきます。この意思表示って一体どういうことなんでしょうかというね。でこのどこに着目するかというのは講義では触れませんが、まあ、これから学ぶにあたってで基本的に予習はねしなくていいんですけど、例えば今日やるところはこんな内容なのかってここだけ見とくのもいいと思います。問題提起としてね、まあ、講義では扱わないんでね、うん、だから、まあ、ここは、まあ、軽く皆さんのところで読んどいて、もしいただけんならいただいておいて、はい、中身受けます。契約の成立13ページです。でいきます。口約束の場合契約と言えるのか、うん、まず契約とは約束のことですってありますね。で皆さんね、なんかチェックペンとかね、色のペンとかボールペンとか、私はねあんまり蛍光ペンとかね使わない方なんで、もう全部黒一本で、男はもう黒一本、もうボールペン一本で生きていくでしょうみたいなところがあるんでね、ちょっと黒でしかやりませんけど、まあ、皆さん色とかね使いながら、あこれ大事だなとか、やっぱねチェックとか入れながらねやるのはいいと思います、うん、でこのチェックの入れ方って人それぞれなんですよ、うん、なかなかね例えば蛍光ペンは私は使わない方だけど、うん、例えばこの蛍光ペン大事なところを塗るっていうのもそうですが、覚えたところを塗っていくっていうやり方もあるらしいんですね。で覚えたところを塗るともう全部覚えるともう全部ギラギラになるじゃないですか。あそうしたら覚えたと、覚えてないところは塗らないみたいなね、そういうねやり方もあったりね、なんかね蛍光ペンの使い方っていろんな勉強のやり方でね、うん、なんか面白いんですけどね、まあ、そういうのなんか知ったら、まあ、ブログとかね、またちょっとこの板書の最後にありますけど、ブログとかで まあ、ご紹介はするようにしてるんですけどね、まあいろいろ使い方あります。まあ、講義ではあんまりギラギラもうこの画面が目がチカチカしちゃうといけないんでね、使わないようにしてますがね。でその大事なところにまあチェックするとか言うと太字だから契約とか約束のことですね、塗ったりしちゃうんですね。塗ります、ここ大事です。これ契約って約束のことって知りませんでした？いや普通上がってるでしょ、だったら塗る必要ないです、うん、ということで契約とは約束のこと、ちょっと一応うっすらなんか書いて、なんかうっすら後ありますけど約束のことです。でまず皆さん知ってます、約束は守んなきゃいけないんです。当たり前ですよね、約束は守る必要がある、当たり前ですよね。はい、まずこのページ覚えること普通ないです。契約って約束のこと、約束は守んなきゃいけない、当たり前じゃねえかと。だからA さんが B さんに1000万で売る、はい、B さんはいいよと答えた、契約書は書いてないけども約束したんだから守らなきゃいけない、当たり前ですよね。そこでこういう問題が昔出ました。ここです。売買契約は申し込み、1000万で売ります、どう、はい、買い主、あぜひぜひ買います、承諾で、もちろんねいついつに渡します、いついつでありがとうございます、いいです大丈夫です、ぜひ渡しとかね、うん、ちゃんともっと中身、条件的な中身は詰めますよ。だけどこの1000万で売るという気持ち、1000万で買うという気持ち、これ合致したら約束、契約書にしますね。普通建物とかだと、不動産ですよ、土地建物高価なものじゃないですか、そんなもん口約束じゃ不安じゃないですか、契約書作るじゃないですか、そして代金支払い、金払う、登記、この言葉で、このスーパー合格ゾーンってちょっとね、もう分かってる方には、まあ、たるい分かったら吐き気っていうところあったら、まあ、早聞きでもいいですからね、うん、登記って何か、登記って不動産が誰のものかっていうのを示すための国の機関に登録する、これ登記って言います、うん、まあ、登録という言い方がちょっと正しいかどうか微妙ですけどね、要は例えば私水野って言いますけどね、私水野って例えばね表札があったとして、それが私のものかどうかは分かんないですよ、だって借りてる場合もあるんでね、
要は表札じゃあそこは誰が住んでるかっていうのが分かるだけで誰のものか分かんない。じゃあ誰のものかっていうのを登記っていうので、国の法務局教法務局の登記所っていう場所なんですけど、そこにね、登記っていうのをするんですよ。だから A から B が売買で売った買ったって約束してお金払ったら A の名義から B の名義に登記を変えます。所有権移転登記って言います。で引き渡しという言葉で言ったら鍵を渡すってイメージ持ってください。土地だとね、だいたい引き渡し書というのでサインしてやるんですけど、建物だと鍵を渡す、要はお金払って登記して引き渡すという流れが売買契約の流れで、さあ問題です。契約はいつ成立しているかっていうところ言います。ここ、申し込みと承諾を意思が合致することによって成立、意思が合致ということは契約の成立は2番です。ここから何が出てくるか、はい、契約書の作成は口頭した内容を証拠としておくために行っているに過ぎない。ということは法律上売買契約が成立するためには契約書がいらない。もはや昭和50年代の宅建試験の問題ですこれ。契約書は不要である、丸。もう今この難化した宅建試験で正解紙出たら逆にちょっとおしっこちびっちゃいます。こんな簡単なの出たのってね。そんな問題です。だからもう全然こんなもん出ないけど、でもね、根底のところを持ってることって大事なんですよ。要するに昔出たところも大事で、それが積み重なって今の応用権になってるんですよ。だから契約書なんてなくても民法では契約は有効性です。で例えばこれね、例えば売店とかでガム買うときに、あ、おばちゃんガムちょうだい、はいよ、じゃあ105円ね、あ、今消費税110円ね、110円ね、はいよ、契約書作ります？じゃあガム買うからには契約書にここ印鑑をしていただきましてねって言って、めんどくさいですね。そうなんですよ。そんなもんね、売ります、買います、金払って私は終わりですよ。ところがやっぱり不動産とかだと高いもんだから、なんかこう証拠を残しとかなきゃいけないって契約書作るんじゃないですか。でもこの契約書に反抗した時に成立かあったら、そうじゃないんです。売ります、買いますの意思の合致で成立する。この民法って今から大事なこと言いますよ。自分の感覚と民法の感覚が同じだったら、そこは暗記しないでください。お勉強って何でも暗記暗記暗記、覚える覚えるっていう感性を持ってると、覚えることが多すぎて逆に受からなくなるんですよ。そうじゃなくて、当たり前だよなのって思ったら流してください。だから講義聞きながら、私の話聞いて、あ、知ってる、分かってる、当たり前当たり前って思ったら覚えない。逆にってなったところ、線でも引いて覚えてください。そのね、その民法の感覚で、民法ってね、面白くて、全然勉強してないけどできちゃうんですけど、どうしましょうっていう質問があるんですよ、直前期。先生、権利関係全然勉強してないんですけど、なんか点数取れちゃうんですけど、どうすればいいですかと。お前自慢かおいみたいな感じなんですけどね。いや、自慢じゃなくてね、その人はその人で悩みなんですよ。宅建業法と法律上の人が頑張ってるから点数が取れてる。でも民法はあんまり頑張んなくても点数取れちゃうから、どうすりゃいいですかっていうね。いや、頑張んなくていいのか、そのままでいいのか、それとも何かやった方がいいのかっていう、そういう悩みなんでしょうね。できてるから大丈夫なんです。できてるから大丈夫なんです。民法とその方の感性が近いんですよ。だから覚えてなくても当たるんですよ。逆に、じゃあ民法って常識かって言ったら常識じゃない。民法の考え方って普通に考えたらっていうこともあるんですよ。そのってなるところって人によってツボが違うんですよ。そのってなるところをしっかりと修正して、民法の考え方、法律の考え方、こういうリーガルマインドって言いますけどね。そう、リーガルマインドを養っていく。そうすると、そこを修正すると、覚えてなくても、ああ法律の考え方はこうだからきっとこうだろうな、ほらだったとなっていくんですよ。どうする、個々のこと暗記しなくてできるようになるといいと思いません？これね、なんかやっぱり覚えなきゃダメじゃんって、いやー言われるんですよね。それはやっぱりちょっと考え方の刷り込みが足んないと思います。ちゃんと刷り込んでください、考え方。そしたらね、これはこう、これはこうなんて一個一個規定覚えるところは民法圧倒的少ないんです。考え方をしっかりやってください。その大前提、民法の考え方では売ります、買いますの意思の合致で契約が成立、契約書なんてなくても約束なんていうのは口約束でも成立するんだというところですね。はい、ということで、ちょっと一旦大体35分ぐらいでね、一旦ね、動画のかけて切らしていただきますね。ブレイクタイムっていうのを入れます。でブレイクタイムの時はもうちょっと伸び伸びでして、リラックスしてください。じゃあブレイク入れます。